オーギュスト・ピカール・オーギュスト・ピカルは、スイスの物理学者、気象学者、冒険家。宇宙と深海に対して、大きな関心があった。1884年、スイスのバーゼルのフランス系の家庭に生まれた。科学者で冒険家のジャン・フェリックス・ピカールは、一卵性創生時の実験。少年時代から科学に興味を示し、中立飛行科大学で学んだ後、1922年に、 ブリュッセル自由大学の物理学教授に就任した。同年、息子、ジャック・ピカールが誕生。1931年5月27日、宇宙船やオゾンを研究するために、自らが設計し、ベルギー国立科学研究基金からの資金援助を受けて製作した、水素気球、FNRS-1 に乗って、ドイツのアウクスブルク上空16000メートルの、 生臓圏に達した。これは世界初の気球による生臓圏到達であり、ピカールはこの業績によりハーモントロフィーを獲得した。この気球は直径30メートルと大型のもので、地上と上空の気圧の差を巧みに利用したものであった。1932年8月18日には FNRS-1 で自らの高度記録を更新している。 彼はその後も気球に乗り続け、計27回の浮上の最高記録は2万3千メートルであった。1930年代からは深海への到達を志すようになった。第二次世界大戦のため研究の遅れもあったが、1948年、気球の原理を応用し、浮力材にはガソリンを用いて、電気推進式の深海探査艇を発明した。 1962年、スイスのローザンヌで死去。バチスカーフ、トリエステゴー・ピカールが発明した深海潜水艇は、バチスカーフと呼ばれる。細長い船体に、海水よりも密度が小さいガソリンを搭載して、浮力をつけたもので、ガソリンは水圧によって潰れないという利点があった。沈降時は、鉄の重りをつけ、浮上時はその重りを捨てるようになっていた。最初に、 ピカールが製造したバーチスカーフであった海 NRS-2 は、1948年、無人での試験選考の際に事故を起こした後、資金難により、フランス海軍に売却され、1953年に FNRS-3 に改造後、1954年2月に、ジョルジュオとピエール・ウィルムは、ダカール沖160マイルの大西洋で震度4050メートルに到達した。 ピカールは、これとは別に、1953年、新たに、バチスカーフ、トリエステ号を製造し、これは1958年に、アメリカ海軍に買い取られた。1960年、トリエステ号に、彼の息子であるジャック・ピカールらが登場し、マリアナ海港チャレンジャー海部地に達した。アラン・ホーナー著、気球探検2万メートル赤カネ処防、1978年、 ありがとうございます。